には機種が載っていません。現在先頭は2番のコンカラーです。コンカラーの後ろが3番のスイフトハート。まずスタンド前に入りますが、8番テイムギフテッド3番手、1番クノピアットブリオは4番手スタンド前に入っています。6番マイネルジャスト、騎手が乗っていません。競争中止です。先頭2番コンカラー、後ろに3番スイフトハート、相並がって4馬身差。8番テイムギフテッド、1番ウノピアットブリオの3、4番手ウノピアットブリオの後に7番のマイネルルークスです。1コーナーのカーブ、そして4番ペイシャゴンジセ、あとは5番のプリマステラ、第2コーナーのカーブ。現在7番のマイネルルークス、順番下がっての7番手、1頭離れて9番ベリテは単独8番手です。2番コンカラーに3番セフトハート、その差体半分、後ろが開いて4馬身差で離れて3頭目4頭目、1番ウノピアットブリオ、8番テイムギフテッドは4番手、5番プリマステラがグイグイと前との差を詰めるようです。4番ペイシャゴンジセ単独現在7頭目、1頭大きく離れてしまって9番、いや7番のマイネルルークスが、マイネルルークスが現在離れておりまして、さらにそのマイネルルークスの後に9番のベリテです。後ろ2頭が離れて4コーナーのカーブ。2番コンカラーは2馬身のリード、残り 200m、 コンカラーは2馬身以上のリード、4馬身のリード、逃げ切るのはコンカラーです。2番です。1番ウノピアットブリオ、そして内に8番のテイムギフテッド、2着はウノピアットブリオ、8番テイムギフテッド3着、その後に3番スイフトハートと5番プリマステラ、4番ペイシャゴンジセの順番が6位でした。後方2頭が間もなくゴールします。7位の馬が今ゴール、9位の馬は間もなく、いや8位の馬が間もなく入ると思います。勝ったのは2番のゴンカラー、移籍初戦の手綱を倉富隆一郎に託して通算5勝目を挙げました。第9競争1着2番コンカラー、その前の6番マイネルジャストは空馬です。その件に関しましては後ほどお知らせが入ります。コンカラー1着、鞍上倉富隆一郎、離れて1番のウノピアットブリオが2着、8番テイムギフテッドがすぐ後ろの3着、そして3馬身差、4着に入っていたのは3番スイフトハート、その外が5番プリマステラ、4番ペイシャゴンジセまではさほど離れておりませんでした。スタートを切りました。まずまず揃った飛び出し、出が良かったのは9番のベリテ。ただ佐賀競馬第9競争についてお知らせいたします。この競争の6番マイネルジャストは発走直後において他の馬と関係なくつまずいた際、騎手が落馬し競争を中止いたしました。ご了承ください。1番テイムギフテッド3番手、1番ウノピアットブリオは4番手スタンド前に入っています。6番マイネルジャスト、騎手が乗っていません。競争中止です。先頭2番コンカラー、後ろに3番スイフトハート、相並がって4馬身差、8番テイムギフテッド、1番ウノピアットブリオの3、4番手ウノピアットブリオの後に7番のマイネルルークスです。1コーナーのカーブ、そして4番ペイシャゴンジセ、あとは5番のプリマステラ、第2コーナーのカーブ。現在7番のマイネルルークス、順番下がっての7番手、1頭離れて9番ベリテは単独8番手です。2番コンカラーに3番スイフトハート、その差体半分、後ろが開いて4馬身差で離れて3頭目4頭目、1番ウノピアットブリオ、8番テイムギフテッドは4番手、5番プリマステラがグイグイと前との差を詰めるようです。4番ペイシャゴンジセ単独現在7投目、1投大きく離れてしまって9番、いや7番のマイネルルークスが、マイネルルークスが現在離れておりまして、さらにそのマイネルルークスの後に9番のベリテです。後ろ2頭が離れて4コーナーのカーブ。2番コンカラーは2馬身のリード、残り 200m、 コンカラー2馬身以上のリード、4馬身のリード、逃げ切るのはコンカラーです。2番です。1番ウノピアットブリオ、そして内に8番のテイムギフテッド、2着はウノピアットブリオ。